平野紫耀のサングラスに映り込んだ女性の疑惑がファンを騒がせました。プロ意識の高さが信頼を支えます。元キングプリンスへのメンバーで、今月15日に岸優太・神宮ジングジユタと共に新グループ、ナンバー I を結成した平野紫耀が、シンガポール旅行のプライベートショットを公開したことが話題となっています。 この投稿はファンにとっては嬉しいサプライズと受け取られましたが一部のファンの間でサングラスに女性の姿が映り込んでいる女性連れだったのではとの思わぬ疑惑が浮上しファンたちを動揺させています平野は2023年10月24日にインスタグラムのストーリーズで庭岸くん来る前にジンとプチ旅行をシンガポール行ってきたから明日写真あげようかしら と投稿し、岸優太が滝沢秀明氏の事務所、とべに合流する以前に神宮寺優太とシンガポール旅行を楽しんでいたことを告白しました。その翌日、2023年10月25日には植物園を行ったとのコメントとともに、 平野と神宮寺がサングラスをかけた姿で現地の植物園を楽しんでいる様子を収めた全10枚の写真を公開しました。ところが、これらの写真がまさかの女連れ旅行の疑惑を引き起こしました。一部のファンは平野のサングラスに映り込んだ景色を拡大した画像を分析し、その中で白いスニーカーを履いた女性らしき足が映っ るもう一人小柄な女性らしししき姿が見えると指摘しましたこの疑惑のせいでファンたちは混乱し始めました。さらにこの謎の女性の正体について実名を挙げて推測する声も上がりました。 SNS 上では、同じ時期に東南アジアを訪れていた可能性があるとの情報が拡散され、平やらナンバーアイのメンバーと信仰が深い世界的ダンサーのリンハタや、元セクシー女優のアスハナキララのそっくりさんとしても知られる歌舞伎町の人気キャバクラ嬢アスハナピララの名前が浮上しました。特に、アスハナピララについては、 滝沢秀明氏が彼女の TikTok 配信に推定総額1600万円の高額投げ銭をしたことが話題となり、トベとの関係の深さが指摘されています。彼女自身はインスタグラムのプロフィール文で、タッキーから投げ銭されたキャバ嬢と自己紹介し、その言動からファンの警戒心が高まっていたこともあり、彼女の名前が取り沙汰されました。 一部のファンは、2対2のダブルデートだったのでは、と、感むべく声を上げました。一方で、写真のサングラスに映り込んだ女性らしき姿については、一部のファンからは疑念の声も上がっています。 彼らは、心霊写真にしか見えないんだけど M、仮に女性だとしても、観光地なんだから周りに人くらいいるでしょ。アプリで拡大画像を高画質加工したせいでそう見えるだけ、といった指摘を行っています。また、写真の構図的には、 平野と神宮寺以外にも撮影者がいることが確認されていますが、SNS 上で友人が平野ら一行とシンガポールの空港で遭遇したという人物の証言から、同業者は男性一人だけだったのではとの見方も浮上しているようです。実際のところ、もし平野、 神宮寺、リーハタ、アスハナピララの4人が一緒に行動していたと仮定すると、その存在があまりにも目立つため、日本人観光客も多いシンガポールの観光地で大ピラにダブルデートをしていたとは考えにくいでしょう。総合的に見て、サングラスの反射についても、空港での目撃情報についても、確定的な証拠は存在せず、全てが推測の域を出ません。 それにもかかわらず、この騒動が広まったことから、平野紫耀と神宮寺勇太の人気と注目度の高さが伺えます。現時点では、飛び交っている情報の信憑性が乏しいため、新たな情報が出てこない限り、この騒動は収束していくものとみられます。平野紫耀と神宮寺勇太は、プロ意識が高く、ジャニーズ時代からノースキャンダルを貫いてきましたが、 今後もトベに所属したとしても、ファンが安心して彼らを応援し続けられる存在であり続けるでしょう。平野仕様のサングラスに映り込んだ女性らしき姿に関する疑惑は、憶測の息を出ないまま、ファンの間で騒ぎとなりました。彼のプライベートな時間について、ファンの興味や心配が現れるのは、彼らの人気と注目度の高さを物語っています。 一方で、そのような疑惑に対しても、一部のファンは客観的な視点から指摘を行い、事実関係を見極めようとしています。これまでの平野潮と神宮寺雄太のキャリアから見ても、彼らはプロ意識が高く、きちんとした対応を取ることが予想されます。今後も、彼らがファンにとって信頼できる存在であり続けることを期待しましょう。また、 このような事態が発生した背景には、SNS などの情報発信が容易になった現代社会の中で、情報が拡散されるスピードが重要な役割を果たしていることも念頭に置くべきです。平野市洋と神宮寺ゆ太の今後の活動に、ファンの支持が続くことを願っています。